おはようございます。おはようございます。今日はどちらに？今日はあの滋賀県の、はい、お客さんですね。谷口工務店というところですね。はい、今から行きます。はい、先ほど一本目の動画を撮らせていただいた、はい、続きみたいな感じですけど。続きや。ちょっとまあいろいろお話をお伺いできたらなと思って。はい、はい。はい。普段やっぱ車が多いんですか、移動は。いやいや、もうほとんどズームですよ、私は。ズームなんですか。うん、もう移動はされないっていう感覚ですか、ね、だから、ズーム前は、はい、もうこの前も話したけど、はい、ここはどこみたいなね、感じぐらい、もうホテル住まい出張が多くて、うん、やったけども、はい、コロナになってから、研修が全部なくなりましたよね。そう、コロナまではもう出張で企業研修とか、ね、がメインやったよね。はいはいはい、一気になくなったよね。結構やばくないですか、それ。どうすんのみたいな、ね、どうすんのですよ。まあその時に、はい、あもうズームやなっていうね、すぐさまもう1日ぐらい、早すぎじゃないですか。どこへ標準を絞るかということで、はい、そこをちょっと迷ったよね。あもう個人に切り替えようと、いうことで Zoom に、はい、切り替えたんですよね。あ、だからそれまでは結構その会社研修が7割で個人研修が3割。それをもう会社研修7割なくなったでしょ。はい、うん、でもう個人をもう徹底的に、はい、あのやろうとはいうことで、はい、あの Zoom に切り替えたんです。それはね、自信あったんですよ。コーチングを昔やってたのね、はい、6年ぐらい、はいはい、それはまだスカイプとか、はい、音声だけ、それで6年ぐらいやってて、はい、もう本当にホームページも大したことないホームページで、うん、それで募集が来て、はい、それで電話でコーチングしてあげて2回か3回するのよね。それで信頼してもらう。それはもう その段階で有料ってことですか。いや、無料。無料で2、3回やられる。うん、2回か3回って、声だけやから。いや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 。それで信頼いただかないと有料にならないじゃん。なるほど。だから1回目、2回目で、必ず変化を起こさせてあげるんですよ。はいはい、どんなというか、イメージがあんまわかんないですけど。いや、変化っていうと。だから、その課題を持ってたものを、あることを言ってあげて、提案してあげて、はい、解決するようにするんですよ。解決の方向へ向かうように教えてあげる。そうすると2回目にその変化を感じて受けたいっていうことになるし、はい、まだそれが弱かったらもう一回やってあげる。そうするとやりたいっていうことになるわけ。すみません、具体的にどんなお客さんといいますか、どういう人がご相談、どんな悩みでご相談されるというか。その時はやっぱりサラリーマンの人とか自営の人とか、そういう人たちが多いよね。それはもうどういう お悩みといいますか。いや、仕事の成果が上がらないとか、人間関係に悩んでるとか。あ、そういうこと。なかなか自分をコントロールできないとか、それから将来のどういう方向で進めばいいか分かんないとか。そんなんよね。だけどそれを、はいはい、あの解決する方法があるんですよ。だからそれをこう教えてあげてやっていくっていう時に電話で全部解決してたんですよね、はい、それで電話で声だけでしょ、はい、うん、だからこの 2,3 回で信用を得て先にお金も振り込んでもらうんですよ。それが今の口座にもつながってるってことですか。そうそうそう、だからまずはそういう電話一本で、はい、そうやって信頼を得て、うん、そしてコーチングをやってても次々へと段階を入れる、はい、そういうノウハウを持ってたから、はい、だからズームやったらもうまだ画像やし、はい、あの相手の顔も見えるし、はい、こんな楽なことないんちゃうかよ。なんなら楽やと。そうそうそう、すごいっす。もう聞いてびっくりしましたよ、皆さん。だから全然その違和感なかったよね。あ、当然できるもんということで入ってるから。はいはい、ね、電話でやろうってなったきっかけというか、なんで電話で始めたというか。
それはね、ホームページで出したら、はい、いろんなとこから問い合わせが来たんですよ、コーチングのね、はいはい、うん、ホームページを作ってメルマガなんかを出したら、はい、最初は東京とかやったら、はい、もう東京へ新幹線で行って向こうで面会してとか言ってやってたんですよ、はい、朝昼晩とアポ取ってね、はい、うん、ところが九州とかさ、北海道とかさ、はい、挙句の果てはカナダ、アメリカとかさ、あ、海外にも、そうそう、日本人ね、うん、ヨーロッパとか、コーチングやりたいってことです。コーチング教えてほしい、教えてほしい、あ、コーチングしてほしい。あ、めっちゃ今更なこと聞くんですけど、うん、コーチングって簡単に説明するとどういう、コーチングって自分での問題解決ですよね。ほうほうほう、問題解決の手伝いですよね。あ、だからいろんな悩みに答えれる。そうそうそう、問題解決も相手に気づきを与えて、はい、自分で解決できる方向でやっていく、うん、教えるのはコンサルティングとか、はい、いうことになるわけよね。導くみたいな。そうそう、気づけるように導いていく、うん、ということですよね。なるほど、うん、だから遠方になってもうしょうがないし、はい、まあ電話で1回やってみるかと、はい、うん、だから2回とか3回のシステムを作ったわけ。それで1回目から2回目に落差を感じる、はい、その成功体験を持ってもらえる、はいはい、このやり方でやっていけばもっとこうね、期待できるんじゃないかと、うん、もっと解決できるんじゃないかという期待を持ってもらう、はい、そういうシステムを作り上げたんですよ。それで、はい、お客さんが、熱心にやるお客さんがこの仕事へ就きたいって言ってね、うん、自分が変化したから、はい、うん、だから当時は6人ぐらい出たよ、スタッフが。あ、もともとお客さんやった方がこれをやりたいみたいな。そうそうそう、やりたいっていうことで、そういう中でコーチングをねやるようになったんですけど、もともとは私は能力開発のカリキュラムを販売してたのね、アメリカに、はいはいはい、うん、でなかなかその能力開発のカリキュラムをうまく使っていただけないんで、うん、どうしたらうまく使ってもらえるかなということでフォローを始めたんですよ、うん、指導を始めたのね、フォローアップの、うん、そうすると、はい、相手の状況がよく分かって、レベルが分かって、適切な指導ができるようになったんですよ。はあはあはあ、で要はテキストに書いてあることをそれを実行していくっていうようなことなんで、うん、だからどういうレベルにあるのかとか、どういうことで行き詰まってんのかって聞かないと分かんないよね、はいはい、でそういうことの聞くことがどんどんできるようになって、うん、そして指導できるようになったんですよ。そうするとその聞くこと自体の、はい、と指導が、はい、実は商品になってきたんですよね。それでその能力開発のそういう代理店をやっててんけど、うん、それを辞めた時に、はい、じゃあこの指導そのものを仕事にしようと、うん、そういうふうなことができるんじゃないかなと思った時に、はい、日本にコーチングが入ってきたんですよ、ね、あ、で青木さんやってるのコーチングと似てるよねって、はいはい、その指導を受けた人がね、タイミングが、そうそうそう、コーチングの資格取ろうかなと思って行ったんやけど、はい、俺やってんのとそのものやで、これと、あ、で資格取んのに3年もかかるし、うーん、もうそれやったらもう自分でやるかと、はい、いうことでミッションライフコーチングって自分で作ったんですよ。それはじゃあもともとご自身でやられてた内容とその、そう、入ってきたというかコーチングとして入ってきたものを掛け合わせたというか、そうそうそう、能力開発はそういうところあるからね。あ、だから根拠はあるんで、その頃の能力開発のその代理店でも成績を上げてて、うんうん、割とトップセールスやったんですよね。あ、青木先生自身ももうトップセールス、そうそうそう、トップセールスでやっててんけど、1回のセールスマンが辞めてさ、独立してさ、はい、根拠も資格もなくさ、はい、そういうコーチングって、うん、誰も受けてくれへんのちゃうかなって誰が信用するんやろみたいなね。結構そうですね、そう見えますよ、見えるでしょ、はい、それ偉大なこう、はい、実績を上げた人がさ、はい、コーチングって言ったらいいけど、はい、まあ業界でそのトップセールスをね、信用してくれんのかなと思ってんけど、はいはい、ホームページから結構集まってきたんですよね。でメルマガに自分の歴史をいっぱい書いてったんですよ。こういう悩みがあってこう、それがね受けたんですよね。あ、そうそうそう、コーチングってまあ要はコミュニケーションツールなんで、上司部下とかね、それで大阪府の公務員、はい、そこで使いたいっていう話になって、自治体ね、
大阪府職員、はい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 、うん、それを1年目やったら好評で2年目3年目としてる間に、はい、今度は大阪府警、はい、紹介受けて、もうめちゃめちゃ手堅いところでそうそうそう、で東京都へ行って、最後はね、はい、法務省まで行ったからね、すごいなと思ってねやっぱり実績を踏んでるからね、うん、まあ、そこまで行くのに7、8年かかってるけどさ、やっぱりこう反響を得るんですよ。で私セールス出身なんで営業、はい、現場出身でしょ、はい、だから基本ポリシーはやっぱり現場で使えないと意味がないっていうね、いうのはもうそこはね徹底してるんですよ。間違いないですね、いろんなノウハウとかありますけど、そうそうそう、ノウハウでそれを伝えて、はい、うまくいけへんかったら、うん、もう全然評判悪くなるし、あのそういうようなところで、はい、あの苦しんだ時期もあるんですよね。理論をそういうカリキュラム、能力開発のカリキュラムを提供して、はい、あのなかなか成果がなかったと、うん、だから結局もうお客さん の、はい、あのフォローをして、はい、それで確実にその成果を上げるような指導をするようになったわけですよね、うんうんうん、だからそういう体験があるから、うん、コーチングでもやっぱり成果なかったら、うん、2年目3年目続かないっていう、はいはい、そういうふうに思ってたからね、うん、だからそれで結構受けたんやけどね。うーん、最初のお仕事に至ったっていうのは どっからなんですか。メルマガからその大阪 そのやっぱり声かけてくれる人がいたんですよ、青木さんのそういうのやってねえたら、大阪府がそういうね、はい、ところを、はい、教育を探してる人おるから、うん、それやってみるっつって、ご縁で、そう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 、でそこからもうトン、そう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 、トントンと言ったらあれですけど、うん、つながって、そう、要はコーチングでも、はいはい、それから今質問型営業というものも教えてるけども、はい、しっかりと教習所って何かというと、うん、教官がおって、うん、それでそのまず原理原則を教えてもらって、はい、やり方を教えてもらって、はい、で一つの通過点として仮面があって本件があって、うん、で卒業していくわけですよね、はい、あれ落ちる人いないんですよ、免許取れない人、まあそうですね、全員取れるわけでしょ、はい、運動神経いいとか悪いとか関係ないわけですよ、はい、だから営業にしろコーチングにしろ、うん、私は一緒やと思ってるんですよね、うん、つまりその教える時の教え方とその原理原則と、はい、それからと方法やり方をちゃんと教えてあげると、うん、そのやり方の習得に多少時間かかる人とか、うんうん、がいるだけでね、うんうん、そのクリアしていくことによってみんなできるようになるっていうね、だからうち あのコーチングも質問型コミュニケーションやし、はい、それから営業も質問型営業という型、うん、そういう特に質問を通してという型を作ってるっていうね、はいはい、だからここが習得の方法ですよね。うん、だから現実的に活かせるようにしてるっていうのは、うん、やっぱり研修でもそういうところをしっかり伝えて練習をしてもらうんですよね。うん、で現場でもそういうことをきちっとやって体感を積んでくれっていうね、はい、いうようなことですよね。うーん、向き不向きとか、はい、それから、タイプとか、うん、能力のあるない一切関係ない、うん、誰でもできる、ただ訓練ということをしっかりやってくださいと、はい、いうことですよね。私自身がもともと飲食でやっててね、はいはい、それもテイクアウトの寿司屋やったんですよね。だからもう毎日毎日、特に巻き寿司専門でね、毎日毎日出たから、学校を卒業してね、はい、バイト就職みたいにして、あ、まあ、可能性があるんで、はい、そういうようなところへ入ったんやけど、うん、まあ潰れちゃったんですよね、会社がね。で28の時に潰れて、はい、これはやっぱり遅れとったなと、一つその会社が伸びるところを欠けてたわけですよ、私もね。もう会社潰れて挫折したし、うん、これはなんかせなあかんなという時に、はいはい、まあ、職種としては営業を選んだと、はあ、いうことと、はい、自分の遅れを取り戻すためにたまたま紹介してもらった能力開発プログラムがあったんですよ、はい、当時もう30年以上前で60万ぐらいしたからね、うん、今やったらもう150万とか、それこそ200万ぐらいするような価格やけど、もう思い切ってそれに取り組んだわけですよ。そういうことに
人間って取り組むとやる気でね、うん、敗者復活ぐらいの気持ちで、はい、やりだすよね、はい、成績上がりだしたんですよ入った会社で。でこれはいいわと、内容もちゃんと理解せへんけど分かったような感覚で、はい、それがまたドツボの始まりになるわけやけど、まあでもやっぱりそのきっかけによってそうなったんで、うん、むしろその入った会社は、はい、まあ上場の会社やったけども、はい、もう先も詰まってるしね、うん、まあ中途採用で私が今から頑張ってももう知れてると、うん、もうその会社で、あのその自分が実感を持った、はい、そういうことをたまたまリクルートも受けたんでね、うん、それでまあ思い切ってその会社へ入ったっていうことですよね。うん、それがフルコミで、はい、うん、固定給もなしやから、あ結構じゃあ苦労と言いますか苦労というか、まあ自ら飛び込んだとこやからね、まあ、あの険しい道というか険しい道があって、はい、おかげさんで今があると。なるほどということですよね。はいはいはい、